アメリカ州は北アメリカと南アメリカの総体からなる陸地、クリストファー・コロンブスのアメリカ海域到達を知ったアメリゴ・ベスプッチは1499年から1502年にかけての南米探検で南位50度まで沿岸を南下した。これを受けて、この土地がコロンブスの言うようなインドやアジアではなく新大陸であると確信したバルトゼー・ミラーは1507年に フランスで出版したラテン語の書、宇宙史入門の解説文中で、この新大陸を発見者であるアメリゴベスプッチの名前より、アメリゲあるいはラテン語名アメリクソエスプキウスより、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと同様の女性系であるアメリカと呼ぶべきだと提唱した。なお、スペイン及びその植民地では、アメリカという呼称は用いられず、新大陸はインディアスとして知られていた。 他にも、ジョン・カボットの航海の投資者であり、彼に沿岸地域の地図の作成を命じたリチャード・アメリクのせいから取ったという遺説も存在する。世界地図上のアメリカ州アメリカ州域内の人口100万人以上の都市。ありがとうございます。